かくしてモンキー・D・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすため一人海に出た。そしていつか海賊王になるという夢を胸に海を進むルフィはイーストブルーで様々な出会いを経験する。海賊狩りの剣士ゾロ、狙撃手のウソップ、コックのサンジ、航海士のナミ、そして海賊船ゴーイングメリー号を航海の仲間に加えた。ルフィたちが目指すことに決めたのは世界中の海賊たちがしのぎを削るグランドライン。その果てにはかつての海賊王ゴールドロジャーが残したといわれるワンピースがあるとされる。数々の仲間と共にイーストブルーの名だたる強者や海賊たちを倒したルフィは3000万ベリーの賞金首となっていた。長い航海に備えるために立ち寄った町ローグタウンで海軍大佐白鳥のスモーカーに追われたが、なんとか振り切りイーストブルーを後にする。これはオールブルーを見つけるために。これは海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。ルフィと仲間たちは未知なる冒険を前にそれぞれの夢と目標を改めて宣言するのだった。行くぞグランドライン。グランドラインに入り新たな冒険を始めたルフィたちの前に秘密犯罪会社バロックワークスに潜入していたアラバスタ王国王女ビビと出会う。バロックワークスによる内乱を止めたいと願うビビを祖国に送ることに決めた一味だったが、ナミが高熱を発して倒れてしまう。そこでビビは一つの提案をする。一刻も早くナミさんの病気を治して、そしてアラバスタへ。それがこの船の最高速度でしょ。ドラム王国に上陸した一味は国唯一の医者ドクター・クレハにナミを見せ、クレハの弟子で人々の身を食べたトナカイチョッパーと出会う。ルフィたちはチョッパーを戦意として一味に誘うが、人間にもトナカイにも拒まれた化け物である自分は仲間にはなれないという。誘ってくれてありがとう。俺はここに残るけど、いつかまたさ、気が向いたらここへ。うるせえ、行こう。ナミの病状も無事回復し、チョッパーを仲間に加えて冒険を再開した一味はビビの祖国アラバスタへと舵を取る。よし、やるか。ヒーロー？クロコダイルはアラバスタのヒーローなの？ええ、クロコダイルは桜花七部会、つまり世界政府公認の各国の人たちにとっては町を襲う海賊たちを追い払ってくれるんです。しかしその英雄が実はアラバスタを。クロコダイルは国を乗っ取るためにアラバスタで暴動を起こそうとしてる。まずはそれを抑えてバロックワークスを追い出すことができれば。話は分かったわ。あれ、ルフィは？麦わら。お、やっぱり来たか、この国へ。お前、あの時の煙、なんでこんなところに。ローグタウンじゃあと一歩で逃げられたが、ここでとりあえず逃げるしかねえ。走り、海兵どもを緊急招集。町をくまなく回って麦わらの一味を探せ。麦わらの一味が。了解です。今度こそ海賊狩りのゾロを捕まえて。捕まってたまるか。逃がすか、ホワイトブロー。かげろー。やめときな。
お前は煙だろうが、俺は火だ。俺とお前の能力違う。てめえか。白ひげ海賊団の2弟をね、探してんだ。エース！変わらねえな、ルフィ。さねえぞ麦わら。諦めな。俺とルフィは止められねえよ。行くぜ。エース。なんでここにいるんだよ。話は後だ。協力して片付けちまう。海軍に見つかってんのよ。ホワイトストライク、ショートガス。余計な真似しやがって。余計な真似をするのはこれからだ。行くぜ。この国で何を企んでやがる、麦わら。くそ、しつこいな煙。奴らを足止めしておけ。ルフィ、この助に海軍を蹴散らすぞ。任せとけ、エース。
相手になるぜ。その覚悟ならんならな。そこの女、お前も麦わらの一味だな。待て、私はただの踊り子よって聞いてない。はっ、ちょうどだった。あいつら吹っ飛ばすの手伝ってくれ。あれ、みんなどこ。みんなと合流しねえと。なんだお前は、変な着ぐるみ着やがって。この野郎、トナカイをバカにするのか。相変わらず強え。ロケット、ガソリング。よっ、ロケット。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 ダイフ。ロケット。よっ。やっ、サード。この小物。怪我しちゃった。てめえの相手なんか来てられるか。俺たち以外の海賊を追えよ。この手で私が捕らえなければいけないのは、あなたたちです。行きますよ。逃がしません。このバズーカ、捕まえなきゃいけないのはこの手で。俺だって捕まるわけにはいかねえんだよ。でも私一人でスモーカーさんと合流しないと。ようやく行ったか。
もう少しで逃げ切れるな。いつまでも逃げ切れると思うな。お客さん、お客さん、ここまで追ってきて、てめえらを逃がすわけにはいかねえんだよ。めんどくせえ連中だな。てめえどこ行ってやがった。すみません、道に迷ってしまって。行きますよ。せーの、この手で。よし、仕留めます。困ったな、相手したくねえ。スモーカーさん、すみません。あとは俺がやる。てめえは撤退しろ。スモーカー大佐と連絡が取れん。浮き藁はどこだ。今のうちに敵を巻くぞ。兄ちゃん、さっきのやつはお前の兄貴なのか。ああ、俺の兄ちゃんだ。エースは俺より3つ。しかし兄弟揃って悪魔の実を食っちまってるとは。とにかく強えんだエースは。勝負して1回も勝ったことなく。あんたが一度もな。そうさ、負け負けだった。でもお前が誰に勝てるって。ああ、こいつはどうも。皆さん。いや、全く。とにかくまあ、会えてよかった。あ、髪切るじゃんか。そいつ思ってろ。ずっとだ。出来の悪い弟を持つと。もう行くのか。ああ、俺は今、重罪。もともとは白ひげ海賊だ。会長の俺が始末をつけなきゃならねえ。次に会うときは。エース、また来いよ、高見。